Ja, herzlich willkommen, ich bin's, euer Spooky und ja, hallo zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Ja, wir sind jetzt gerade mit Killer Bee unterwegs. Naruto hat im letzten Part gemerkt, dass jetzt irgendwas hier nicht so stimmt, weil so viel Chakra aufeinander prallt und irgendwie sowas und ja, Naruto ist davon, also dann ist er halt von dieser Insel geflohen, von dieser Schildkröteninsel und ist jetzt eben auf dem Weg nach Konoha oder wo der Krieg eben stattfindet und will seine Hilfe anbieten. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auch mal weiter. Babam. Ich wette um alles. Es kommt jetzt wieder ein Video. Da wette ich drauf. Als ob ich jetzt laufen darf. Was sage ich? お前の中にずっといて、お前をずっと見てきたが、ナルト。お前はいつも甘い。珍しいじゃないかよ、キュービー。お前の方から話しかけてくるなんてよ。いよいよ寂しくて話し合いたいが欲しくなったのは分かったけど、今は忙しいんだ。後にしてくれ。お前は戦争を本当に一人で片付けられると思っているのか。 そりゃ無理ってもんだ。お前がいくら張り切ろうとも。そういう話は戦争の後だ。じゃあな。仲間が殺されればそれに伴う憎しみが生まれる。そうなる前に相手を全て倒すつもりか。どの道相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。それを全て受け止められると本気で思っているのか。 お前もいずれペインナガトのように憎しみに囚われるぞ。この戦争がお前をそこに近づける。いつまでも俺を舐めてんじゃねえぞ。お前は分かっていない。甘いのだ。もう戦争は始まっている。負傷者も多く出ているはずだ。その分憎しみもな。 そもそもだ。お前のそばにいたサスケはずっと憎しみに囚われていた。だがそのサスケもお前がどうにかできたことがあったのか。よく思い出してみろ。幼い頃からお前はサスケの憎しみを感じていたはずだ。同じ班にいたとしても、 長い時を同じくしても、お前はサスケの憎しみを消すことができなかった。それどころか、逆に奴の憎しみは大きくなった。つまり、お前は誰であろうと、憎しみを消してやることも、受け止めることもできやしない。で、話は終わりか？なんだと？だからって俺がおじけづいて何もしねえとでも？ そうなりゃお前の思うツボだもんな、キュービー。おい。お前こそ甘いんだよ。なんでお前はサスケ一人救えてもいないのに、そんな強気でいられる。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、戦争だって何とかしてみせる。こいつ。 あのチンチクリンが随分と立てつくようになったじゃねえか。なあキュービー、俺はないつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。俺を散々苦しめたお前だけど、憎しみに振り回されんのがいい気しねえのは俺も知ってっから。お前はバカか。 わしはキュービだぞ。チンチクリンにどうこうされるほど落ちぶれちゃいねえし、わしは憎しみの塊だ。なら OK だ。俺はチンチクリンじゃねえし、そっちの方がやりがいがある。じゃあな。 待ってろよ。どうした？ なんでもねえ、こっちの話だ。 B のおっちゃん、このまま戦場まで突っ走るぜ。 Okay.
Ja, der erste Kontakt mit dem neunschwänzigen Naruto hatte ihn. Und ja, es dauert eigentlich nicht mehr lang, bis sich Naruto mit dem Kyuubi vielleicht versteht mal. Aber ja, das kümmert uns jetzt erstmal nicht. Wir sollten erstmal schnell zum Krieg gelangen, da die anderen unsere Hilfe brauchen. Oh, das ist echt mal eine schöne Gegend hier. Und so schönes Panorama und so. Finde ich schön. So als Wallpaper. Nein. Jetzt sollten wir erstmal weiter, wie gesagt. Aber das Spiel ladet mir eindeutig zu lange. Das ist echt nicht schön. Ich laufe ein Areal, muss fast wieder eine ganze Minute warten, bis ich mal wieder weiterspielen darf. どうしまた、て？あ、ビデオ。何かがこっちに。この大バカどもが。ばあちゃん。ノー、ブラザー。お前らを止めに来た。これ以上先へは行かせん。これがキュービのチャクラをコントロールした姿か。やってのけたな、ナルト。ブラザー、ナルトを行かせてやってくれ。お願い。こいつのことは俺が保証する。大概。何を言っている。お前たちを守る戦いだぞ。お前らが捕まればこの世界が終わるんだろ。イルカ先生から聞いた。ならなぜ行こうとする。大バカかお前らは。そのせいでみんながやられんのは我慢ならねえ。みんなが死んで戦争に勝って俺だけ生き残ったって、そんなの意味ねえ。俺は嫌だ。世界が終わるよりマシだ。みんなそう思い、お前を守るため犠牲覚悟で戦っている。そのことを知って自分だけ傷つきもしねえでじっとしていられることを人間できちゃいねえんだよ。死の子の言うな。お前は行かせん。綱手のばあちゃんなら分かってくれるだろ。俺がこの戦争を止めてみせる。行かせてくれ。今は忍び連合の参謀として動いている。お前を止めるのは連合の意志だ。おかげといえど私一人が別行動を取るわけにはいかん。分かった。ばあちゃんの立場上そりゃ仕方ねえよな。なら無理やり行く。大影のおっちゃん早えな。忍びでわしより早いやつはおらん。四代目ホカゲがいなくなってからな。父ちゃん知ってるのか。手合わせは幾度としたものだ。あれに勝る忍びはいないとまで思わされる男だった。聞けばあやつは木ノ葉の三人、ジライアに予言の子、救世主だと言われたそうだな。だが救世主ならなぜ今この危機的状況でいない。やつはキュービ事件で失敗したからだ。そこからお前は息子として何も学んでいない。不確定な可能性で物事を語るバカほど。そうなんで父ちゃんを知ってるって語るな。元気な産声と一緒にあなたが生まれた。湊はその時俺も今日から父親だって泣いたのよ。それからね、そして里からマダラとキュービを遠ざけたの。力のすべてを使って強すぎるキュービのチャクラを半分己に封印して、世界の変革、それに伴って起きる災いのこと、マダラのこと、それを止めるのはこの子だと。父ちゃんは全てをナルト、あなたに託して死んだの。あなたを信じきって。四代目ホカゲは失敗なんかしてねえ。もしどうしても行くというならこの場でお前を始末してでも止める。な、おい、ライカゲ。そうすればキュービ復活まで一時の間時間が稼げる。敵も計画を先送りせざるを得なくなる。命が惜しくないようだな。待て！リー、お前！そういうことなら八尾の俺が死んでも同じ。そうすりゃ敵の計画とやらも台無し。
ナルトが行けるよう俺の命を通し。Bのおっちゃん、お前たち人中力は己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり、里の力であり、国と里にとって特別な存在だ。お前ら個人の好き勝手にはいかん。立場を理解しろ、大バカどもが。まあそうかもしんねえが、俺は個人としてどうしても捨てきれねえもん持ってる。心意気、それをなくしたらただの兵器。つべこべ言うな。お前たちはわしの言うことを聞いていればいい。完全に頭に血が昇ってやがるな。今はまともに話を聞いてくれねえぞ。ブラザーを抑える、ハッツァ、力を貸してくれ。派手にやりすぎるなよ。お前らの兄弟喧嘩は規模が半端ねえんだからな。青いよ、ロッチャ。大人の俺様、少年ば、少年ナルトは手を出すな。B、貴様このわしに手を挙げるつもりか。俺もナルトも負けやしねえ自信、それが分かってる俺たち自身。いくらへりくつをこねようとお前たちを自由にはさせん。わしの力を持ってここで止める。力があっても止められねえ意志がある。それを見せるぜ俺様が。Okay, wir müssen jetzt mit Killer B, glaube ich. Wartet. Ja, mit Killer B müssen wir gegen den Raikage kämpfen. Oh fuck, das ist ja ein Bossfight. Scheiße. Okay, hammergeil. Auf jeden Fall, ich musste am Anfang, wo der Raikage erschienen ist, ein bisschen lachen. Also ich hab mir verkniffen, weil Killer B so sagte, Brother. Irgendwie sowas mit Brother, dass er ihn nicht angreifen soll oder so. Ich fand das so geil. Sondern wie Killer B redet. Brother! Einfach nur geil. So, jetzt kämpfen wir uns erstmal mit. Wah, jetzt kämpfen wir uns erstmal mit Killer B und dem Samehate-Schwert oder wie das heißt. Mal gucken, ob wir den Raikage besiegen. Das Miese ist, der hat keine Tauschbalken, der hat unendlich. Das ist nicht cool. Nein, scheiße, jetzt hat er mich. Moment mal, ich muss mal die Kampfbedingungen überprüfen, das habe ich gar nicht gelesen. Gesunde Anzeige konstant über 40%, okay. Oh, ich habe keine Tauschbalken mehr, ich muss den mal ein bisschen vom Leib halten. Bleib da hinten. Jetzt kann ich schon wieder angreifen. Ich muss. Also, der Anfang, wie Killer B kämpft, ist noch gleich, aber dann endet er seine Kampfart gegen Schluss mit seinem Schwert an. Seinen neuen. Zack. Ich glaube, ich mache mal eine Ulti. Nein, weil. Ja, natürlich. Blöder Arsch. Bleib da hinten. Ah, okay, jetzt kommt eh die Cutscene. まだ俺の理想とするラリアットになってない。とっくに理想を超えてるぜ、ブラザー。俺の中に大切なものがある限り絶対に死なない。それがブラザーとのちぎり。 Okay, wir haben es geschafft. Und ich sag dazu nur Brother. Okay, wir haben unseren Brother gekillt. Nein, nicht gekillt, wir haben ihn K.O. gemacht. Und das ist schon mal reife Leistung. So. Ich finde es einfach nur geil. Brother. So nenne ich jetzt meinen Bruder auch. Ja, ich habe auch einen Bruder. Hey, Brother. Jetzt mal gucken, ob ich mit Naruto noch spielen darf. Also, Bossfight-mäßig. お前いつの間にここまで。俺もナルトも人中力だけが力じゃねえからだ。
もっと強い力になる元が入ってるこの体。8尾をもらう前にブラザーからもらった。俺個人として捨てられねえ言葉。それさえあれば強くいられると信じられることのほか。8尾をもらう前の。そうか。あの時真実の滝の前で言ったあの言葉か。やっと気づいたか、バカ野郎、この野郎。お前はあれだけ、たったあれだけの言葉で強くいられるというのか。里や国にとっての俺だけじゃねえ、ブラザーにとっての俺だ。だがブラザーは俺を守ろうとするあまりの気遣い、俺の力を信じなくなっていった。毎回人中力になればいろんなもんなくして心ガリガリ。でもだからこそなくしたくないもんが光って見えてくる。心ピカピカ。美獣だけが力の元じゃねえ。 OK？ 美獣が入る前に入ったもんが光り出したら太陽くらいでかかったと気づく。大事。それこそが力の元だと気づく大筋。だからこそ俺は8尾を唯一コントロールできたと確信。ナルトの中にもその太陽がある。確信。しかもそれが2つもあるのが確信。2つ。そうだな、確かに太陽みたいなもんかもしんねえ。渦巻きナルト、お前のその2つの太陽とは何だ。父ちゃんと母ちゃんだ。父と母、波風港と渦巻きクシナか。しかしお前が生まれてすぐに二人は死んだはずだ。この九尾の力を手に入れるとき、父ちゃんはちゃんと母ちゃんに会わせてくれた。九尾の封印を開くと母ちゃんが俺に会いに来るようチャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。俺のために。港め、ただでは死なんと思っていたが、やはり自分の息子のためにそんなことを。そしてこの力をくれた時、母ちゃんが教えてくれたんだ。16年前、父ちゃんには確信したことが2つあるって。確信したことだと。一つは、面をした男が事件の黒幕でこの先必ず災いをもたらすって言ってた。そんで2つ目は、それを止めんのが人中力としてキュービの力をコントロールした俺なんだって。ミナトはお前に全てを託したということか。己が救世主ではなかったと。父ちゃんが自分のことを救世主と思ってたかどうかは分かんねえけど、俺の師匠は父ちゃんを予言の子、救世主だと言った。さっき言ったことを覚えているか。その救世主ミナトは死んだ。これを失敗でなかったとお前は言うのか。確かに父ちゃんは死んだ。母ちゃんと一緒にその敵と九尾から木の葉の里を守り抜いて、俺を守り抜いて。ほんの一瞬だったけど、その時に二人が俺にくれた、すっげえいっぱいのもんがやりきれるんだって俺を信じさせてくれる。救世主も俺に託したんだ。やはりナルトを生かせる方が忍びの世を守ることになるようだな。ミナトがそう信じたように、私もナルトにかける。俺もだぜ、バカ野郎、この野郎。雷影、お前の判断は。ブラザー、相変わらずの機関棒だ。今度は私も。待ってくれ。ここは俺一人でやる。雷影のおっちゃんがやろうとしてること俺にはわかる。ナルト。行くぞナルト。Okay. Ja, wir müssen jetzt mit Naruto gegen den Raikage kämpfen. Ich hoffe, dass das auch ein Boss-Battle wird. Wir haben gar nicht mehr so viel Leben. Da müssen wir gleich was dagegen tun. Jetzt müssen wir gucken, was mein
Ding wieder auffüllt. Scheiße, ich glaube, ich habe gar nichts. Ich glaube, ich gebe mal alles Naruto, weil das braucht er für den Kampf. Ah, doch, das füllt alles wieder auf. Perfekt. Steak, Konoha Bento, machen wir auch noch. Das machen wir auch noch. Sesam Set machen wir auch noch. Grillfleisch Bento machen wir auch noch. Anchor Rap Mahlzeit von Killerbee machen wir auch noch. Und Muskelaufball Mahlzeit nehmen wir auch noch. Ach man, ich finde so viel Zeug von dem Scheiß hier, also. Das schafft man schon. Ja. Ich glaube, ich weiß ja gar nicht, kommt jetzt Video? Ah, ist doch kein Boss-Battle. Okay. Schade. Der Raikage will einfach wahrscheinlich testen, ob wir genauso schnell und stark sind wie Minato, weil wenn wir es schaffen, ihn zu besiegen, lässt er uns wahrscheinlich durchziehen. Deswegen müssen wir einfach alles schaffen. Gegner mit Ninjutsu ausschalten. Können wir auch machen. Eigentlich sollte der ja im Rage sein, oder? Egal. Komm her. Wenigstens hat er Tauschbalken jetzt. Natürlich! Das gibt's doch nicht. Warum ist das so schnell? Oh fuck. Oh fuck. Das gibt's nicht. Ja, jetzt habt ihr's gesehen. Scheiße, Alter. Der hat mich voll an den Eiern gekriegt. Komm her. Blöder Arsch, Alter. Zack, Alter. Das kriegt er zurück. Ah, keinen Tauschbalken, ne? Warum setzt er keine Tauschbalken ein? Komm her. Das gibt's doch nicht! Ich war doch im Schützen! Okay, wir sollen mit Ninjutsu ausschalten, also das ist ganz wichtig. Aber ich muss mal kurz nach hinten, weil ich habe keine Tauschbalken mehr. Okay. Bleib weg, Alter. Ich muss jetzt aufpassen. Okay, jetzt kurz nach hinten. Schakaladen und dann müsste es, glaube ich, auch reichen. Ein bisschen, komm. Jetzt komm, greif mich an. Greif mich an. Da ist er weg. Natürlich. Boah. Ich will ihn unbedingt mit beim... Nee, das schaffe ich auch. Ja, gewonnen. Boah. Wenigstens habe ich das noch geschafft. Guckt meine Leben an. War gut, dass ich am Anfang das alles noch aufgefüllt habe. Meine Fresse. So. Wir haben 20.000 Rio gekriegt. Also für die Mission dann plus noch 7.000. Knappe 30.000 Rio, nicht schlecht. Max Jotai de Iku. Einfach nur geil, wie der ausgewichen ist. Und dann auch noch so weit ausgewichen. Also das war ja nicht nur ein guter Meter, das waren locker 15, also 5 bis 10 Meter. Richtig schnell. Leikage no Otchan no yuu toori. Shippai shitara kyuseishu ja nakunatchima. Dakara shippai wa shine. Tōchan ga sou shita yō ni. Kyuseishu no Tōchan kara mananda yō ni. わしなりに試してみたくてな。全力でやらせてもらった。このわしの最速パンチをかわしたのは、波風港に続き、お前で二人目だ。どうやら救世主は生きているようだ。お前の中で。行ってこい。うん。
雷影。戻るぞ英雄か。ん？なぜあいつが木の葉において英雄と呼ばれるのか、その理由が少しだけ分かった。そうか。多くの者が散った、多くの灯火が消えた、痛みは世に広がる、黒き意志が天を染める、今だけはただそこに眠り、忍びたちよ休息せよ、日はまた昇る、闇を照らすため、次に火を見るとき、かの者は駆けつけるだろう、太陽の少年は地を走った。Okay, wir haben es echt geschafft. Wir haben den Raikage überredet, dass er uns in den Krieg lässt. Ja, neue Items sind auch da. Speichern tue ich auch. Wow. Was soll man dazu sagen? Ja, ich beende dann den Part hier und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.